マクロス7メッキバサラが VTuber だったらどんな感じですかね。自由奔放で熱血歌オタクで、やはり少々荒っぽい、はい、夜回り先生チャンネルです。いいよ。熱血教師みたいなことですか。そうです、まさにそういうことですよ。戦争なんかくだらねえと、俺の歌を聴けと。歌で争いをなくすっていう気持ちがあるわけ、うんうん、なおかつ彼はね、歌で山を動かしたいとも思ってきっと未だに思ってる。動かすね。そんな彼が繁華街に行ってですよ、酔っ払いがそこで喧嘩してますから、はい、その喧嘩してる酔っ払いたちを歌で黙らせる。満員電車とかでもね、酔っ払い同士は小突き合ってますよ。そしたら車内にバサラの歌が鳴り響く。繁華街で酔っ払い同士は喧嘩してますよ、これまた。そしたら新宿歌舞伎町にバサラの歌が鳴り響くと。なるほど。つまりどっかで喧嘩があったらもうバサラにツイートしてください。バサラさん、あそこで喧嘩が起こってます。そしたら YouTube チャンネル立ち上げたらもう放送開始しますから。それで我々はまた今日も世界が救われたなって、ありがたいなと思う。それがね、バサラの夜回り先生チャンネルですよ。見たい、見たいでしょ。